たもんです。今皆さんいかがお過ごしでしょうか。盛岡、まあ岩手かな。先週とは打って変わって気温がガクンみたいな、寒いっす。最高気温も20度ぐらい、非常に寒くなっております。本当だから15度一気に下がったんで、かなり寒く感じますね。さらに今岩手県では悲しいことに、岩手県独自の緊急事態宣言が発令されてしまいまして、私も結構な死活問題が生じております。イベントが中止になったりとかねしております。悲しい悲しい話でございますけどもね。ただまあこのねコロナ期間にやれる楽しめるところは楽しんでいこうということでございまして、まあ岩手競馬の方でもね、レディースデーのイベントが中止になったりとかね、いろいろありますけども、ただレース自体は開催しますし、お客さんも入れますんで、まあ、とことん楽しみましょう、やれるところでねという話でございます。まあそういうわけで、今週予想するレースはですね、日曜日8月15日第10レース第22回、若鮎賞 M3 2歳の芝 1600m。 この難解なのはこの2歳というところだと思うんですよね。やはりで過去のレースを見ても、去年がね一番人気マツリアスティールが来たんですけども、一昨年が、6番人気1番人気7番人気っていう、3年前は8番人気が1着、2017年は8番人気3番人気7番人気で20万980円、2016年は9頭立ての9番人気2番人気8番人気というね、なんとしんがり人気が、1着で、8番人気が3着入ってくるっていうことで、まあこれもね17万1430円なので、この過去5年間で上位人気の馬が勝ったっていうのは本当去年だけなんですね。まあそんぐらい荒れるレースということでございますよ。なので今回もねかなり難解なレースになるかなと思ってます。ただね、あの花金ラジオハイパーってね FM 岩手でやっている花金ラジオハイパーなんですけど、そちらの方では競馬新聞慶州さんの予想を見ながらラジオを僕らも予想してるんですけども、そちらでは慶州のね、もう慶州のトラックマンさん全員がね1頭の馬に20までつけておりまして、って感じなんですけどね、この馬から一番人気なのか。まあとりあえずね1頭ずつ見ていきましょう。まずは1枠1番 MTS 村上シュブジョッキー、前走はなんとね、この同じ盛岡芝 1600m に出て2着だったってことですね。で最後はねかなり迫っていた直線でございましたね。やっぱりあの足を見るとこの馬強いなっていう気はします。初の芝だったんですけどね、前走はね、やはりちょっと消せないなっていうふうに思いました。エーシンツーリング山本松俊ジョッキー、はい、こちらの馬は北海道からの転入馬、やっぱり北海道というのは2歳戦、特に2歳戦は強いです。2歳の馬強いです。なのでまあここは要注意、絶対に外しちゃダメだ。今のこの時期なんで、この血統的な向き不向きだったりそういうのもあるし、プラスその仕上がりの速さっていうところもね非常に重要。続いて3枠3番マルルっていう高松良ジョッキー、6走目ということで結構デビューしてからねコンスタントにレースに出ておりますね。ただ初の芝レースということになります。あの未知なのでとりあえず抑えとこうかって言い始めたらもう全部買わなきゃいけなくなっちゃうんで、このレースはね、僕は今回はちょっと記載させていただきますけども、来る可能性というのはもちろんどの馬も本当にあります。続いて4枠4番星巡り鈴木優ジョッキー、ロゴタイプ3区ですね、はい、で今回は2走目ということでございます。前走は、デビュー戦で芝の 1000m、ね、まあ、芝の 1000m は、ね、余裕に勝ったということでございます。ロゴタイプは2歳のね朝日杯フューチュリティステークスで取ってる馬なんで、まあ、仕上がりには問題ないかなというふうに思いますね。まあ読めない、とりあえず抑えます。僕はメーテル、アジアエクスプレス3区、まあエクスコのエクスプレスから取ったのかもしれないですね、メーテルってね。とまあこちらも北海道からの転入馬、初の芝レースですけどね、もちろんね、でも怖い一頭です、消せません、私には。続いて5枠6番ギャレット山本俊哉ジョッキー、山本俊哉ジョッキーがね今現時点で1922勝、あと8勝で記念すべき2000勝ということでございまして、いや楽しみですね。本当だから今年は特にね怪我もね大きな怪我をしてしまいまして、まあその怪我の影響でね僕はまあ今年秋ぐらいかなと思ってたら、もう夏に決めちゃいますね。はい、でまあなかなか人開催で8勝ってのは難しいんですけども、ただねこの山本俊哉という男はねそれを可能にしてしまうだけのね力持ってますんで、下手すればというかうまくいけばか、今開催火曜日あたりに達成する可能性というのは十分にある。まあただおそらく次の開催だとは思うんですけどね、来週だとは思うんですが、油断ならないですね。はい、注目でございます。はい、でこの K
ギャレットでございますけれども、まあ、前走がこの芝の 1600m 3着ですね、上がり最速でございましたけれども、ただこの山本俊哉ジョッキー、僕はね本当に信頼しております、信頼しておりますが、ゆえに前走山本俊哉ジョッキーがまた上がって追って頑張って3着だったってところですよね、うん、これは乗り換わりで山本俊哉ジョッキーだったらムムッとなりますけども、俊哉ジョッキーが乗ってての3着だから、今回はね、まあ、手広くなりすぎてしまうんでという意味でね、外させてもらいます。続いて6枠8番フェルゼンハント坂口雄一ジョッキー、この馬なんですよね、あの慶州さんゴリゴリ20丸全員つけているっていうね、この人気というかね、そのオッズっていうのはこの競馬新聞のこの予想印はかなり影響力ありますんでね、この馬が一番人気になる可能性とも十分あります。でこの馬どういう馬かというと、まあ、今回は2戦目なんですね。でデビュー戦が鮮やかだったっていうね、芝の 1000m で9馬身つけたということでございますんで、その勝ち方があまりにも鮮やかだったというところで、かなり重めの印がついているということだと思います。で血統的にもね、まあ、仕上がりは早そうな血統でございますし、ただまあ経験値がちょっと少ないけどね、どうなんでしょう、そんだけの大物なのかな。で馬格がこんなあの参戦している馬の中ではね、一番でかいですね。前走500キロ超えてるのはこの馬だけ、本来は多分ダートだと思うんですよね。でも楽しみな一頭ですよね、今後においても。続いて7枠9番タントゥークリア、この馬ねちょっと応援しているんです、この若い優勝に限っていけばね。というのもこのタントゥークリアなんですが、タントゥークリアのお母さんタントゥータイド2013年の若い優勝を勝ってるんですね。つまりこのタントゥークリアが勝てば母娘による親子制覇、若い優勝親子制覇ということでね、やっぱこういうのはね血統をこう見ていくと楽しみの一つですよね。やっぱロマンがあるというかドラマチックというか、なのでちょっと応援したいですね、親子制覇見たいですね、母娘のね。続いて70番クリアウェーブ七夕裕次郎ジョッキー、今回は芝初、まあ本当にね未知な馬を全部取ってたら全部未知なのでね、もうまあノベリストってことで、まあ系統的にヨーロッパ色があればちょっと仕上がりに時間はかかると思いますんでね。続いてアヒアマリージョイオンドレイジョッキー、デビューから3戦目芝のレースは2戦目ということですね。でこの馬はまだ未勝利なんですね、はい、2着6着ということで未勝利、この馬がこの重賞でねいきなり勝てるかっていうと厳しいのかなというふうに思ってます。続いて8枠12番セイタンシングで、この馬は今回5戦目になるわけですけども、前々走は、森岡ダート 1200m のレース8頭中8番人気の8着という、もうもういいとこねえじゃんっていう結果ではあるんですが、その後の前走森岡芝 1600m 今回と同じ芝 1600m でなんと1着、いきなり激変したんですね、一変したんですね。もうスタート直後からもう逃げて、そのまま逃げ切って勝ったということでございました。この馬はもしかしたら芝で今後引っ張っていく可能性もあるっていう、ね、そういうぐらい芝適性があるのかもしれないし、たまたまかもしれません、わかりませんけども、僕はこの馬にかけてみたいなというふうに思いました、はい。まあかなり難解なレースですし、どの馬から人気になるのかもわからないし、うん、そういう意味ではね非常に難しい、当日になってみないとわからないですけども、まあ行きましょう、俺の買い目。軸12番セイダンシング、サントボックスセイダンシング、北海道から来たメーテルの方、親子制覇してほしいタントゥークリア、この3頭で3連単サントボックス6点ですね。どこから人気になるのか分かりませんけども、非常に楽しみでございます。というわけで、今回は若い武将でございました。どうもありがとうございました。